最強助っ人外国人ランキング、今回は西武ライオンズの永遠のライバル千葉ロッテマリーンズ編。燃えろカーシャスタジアム。どうもジャイアントジャイアンのカーシャだよ。今日も始まるよ。さあ今日はですね、千葉ロッテマリーンズ編ということで、西武ライオンズとは、まあ、長くのライバル関係にありまして、まあ、昔ですね、なんか遺恨試合がありまして、そっからですね、なんか、まあ、千葉と埼玉っていうのもあるのかな？なんか、ライオンズとマリーンズが結構ライバル関係で、ロッテとの試合はね、結構燃えるよ。特にですね、応援歌で、西武には負けられない魂を込めて戦えっていうのがあるんですけども、それ西武が負けてる時に、その応援歌聞くと、めちゃくちゃ腹立つよ。めちゃくちゃ腹立つんですよ。ただ、その応援歌流れた後に逆転とかすると、めちゃくちゃ気持ちいいんだよ。その、プロレスし合ってる、ライバル関係にある、西武とロッテ。はい。その、ロッテの、歴代最強助っ人外国人を、西武ライオンズファンの感謝が、決めてくよ。これもですね、結構、いろんな選手がいたんで、迷いましたが、ちゃんと、5名、選ばさせていただきました。それでは参りましょう。まずは惜しくもベスト3に入れなかった4位と5位。まず第5位はヒルマン投手、そして第4位はフランコ選手。惜しいよ。2人ともね、活躍したんですけどね、ヒルマン投手も最多勝も取ったし、フランコ選手も大活躍しましたけども、それよりも活躍した選手がいるよ。さあまずは第3位、そう、カツオ投手。すごいピッチャーだよ。1985年から1995年まで10年間も千葉ロッテマリーンズ、まあ千葉ロッテオリオンズで活躍した選手なんですけども、なんとロサンゼルスオリンピックで活躍しまして、大卒で、ロッテに入った選手なんですけども、なんと大卒で入団してから5年連続2桁、しかも2年目はですね、抑えもやりながら2桁勝ったというね、素晴らしいピッチャーでございます。まあ晩年はですね、まあなかなか活躍できなかったんですけども、ロッテの昭和の終わりを支えた最強助っ人外国人ピッチャーなんではないでしょうか。ちなみにロッテの外国人の中で一番勝ち星を挙げているのもこのソウ投手でございます。どうでしょうか。それではそんなソウ投手のミニ情報、そうですね、カーシャといえば助っ人外国人のミニ情報なんで、ソウ投手のミニ情報も言っていくよ。ソウ投手、練習中に投手陣がランニングしてるところに、練習中打球が飛んできて、危ない、ぶつかるってなった時に、ソウ投手がボールを投げて命中させて、投手陣助かりました。すごいよ。野球漫画みたいなことあんのかよ。危ない、今だ、パン、パパン、セーフ、じゃないよ。すごすぎるよ。それでは第2位参りましょう。第2位はレオン・リー選手。レオン・リー選手は1979年から1982年まで5年間ロッテに在籍した選手で、その後太陽ホエールズ、ヤクルトスワローズと渡り歩いた選手なんですけども、なんと言ってもリー兄弟、お兄ちゃんのレロン・リー選手と共にね、プロ野球最強兄弟としてね、活躍して、まあ、切磋琢磨して活躍した選手なんですけども、その後オリックスで監督をやられたりとかですね、まあ、日本語も流暢なんで、まあ、日本を大好きな助っ人外国人で愛された選手でございます。ベスト9 2回取りましたし、なんと3球団でそれぞれ30本以上ホームラン打ったという、まあ、なかなかいない選手でございます。そんなレオン・リー選手が第2位です。おめでとうだよ。そんなレオン・リー選手の情報言ってくよ。レオン・リー選手、インベーダーゲームがすごい大好きなんですけども、1979年のシーズン前にロッテの会社の社長からホームラン20本以上打ったらインベーダーゲーム機械買ってやるって約束されて、そのシーズン35本ホームラン打ちました。打ちすぎだよ。どんだけインベーダーゲーム欲しかったんだよ。ロッテファンとしてはありがたかったよ。それでは栄えある第1位参りましょう。第1位はレロン・リー選手。
いや、さっき出てきたよ。そうなんです、リー強でワンツーフィニッシュなんです。それぐらいすごいんだよ。レロン・リー選手はですね、ロッテ・オリオンズに1977年から1987年まで10年間ロッテに在籍した選手でございまして、まあ、先ほど出たレオン・リー選手と弟と共に切磋琢磨して活躍した選手でございまして、なんとですね、入団した年にですね、あんまり期待されてなかったんですけども、本塁打を打点を、そのうちですね、首位打者も取りまして、なんと、プロ野球の、生涯打率、これはですね、4000打数以上の選手を対象にしたランキングなんですけども、これはなんと、第2位、ちょっと前まで、スワローズの青木選手に抜かれるまでは、ずっと第1位だったというね、3割2分残した選手でございまして、12球団、もう全部の球団の中でも、歴代最強助っ人外国人じゃないかと押す人もいる選手でございます。そんな、レロン・リー選手が、千葉ロッテマリーズ歴代最強助っ人外国人、第1位でございました。おめでとうだよ。それでは、そんな、レロン・リー選手の情報、言ってくよ。レロン・リー選手、今でも、年に、3、4回は来日して、その度、ディズニーランドを行ってます。そんなに好きなのかよ。日本もディズニーランドも、そんなに好きなのかよ。そしてもう一つ、レロン・リー選手、初めて来日した時、飛行機から降りてくると、大きなラジコンの飛行機片手に降りてきました。なんでそんな持ってんだよ。報道陣がそれ見てこいつ大丈夫かなって思ってたらしいよ。でもラジコンすごい好きでして、なんとですね、弟のレオン・リー選手と休日に二人でラジコンやってキャッキャキャッキャ遊んでたらしいです。いや、兄弟揃ってラジコン好きかよ。いや、いい大人がキャッキャキャッキャしてラジコンやるって、かわいいよ。さあ、どうでしたでしょうか。千葉ロッテマリーンズ、ロッテオリオンズ、歴代最強助っ人外国人ということで、まあ、もっといたんですよ。最近の選手はちょっとね、ランクインしなかったんですけども、ね、ボーリック選手とかね、ボルシンガー投手もいたし、まあ、結構いるんですけども、今回はこの5名ということになりました。まあ、ロッテファンの方、違うよとか、その通りだよというね、コメントいただければと思います。それでは、今日の動画は終わりだよ。皆さん、ね、登録と高評価もお願いしますよ。西武には負けられない、じゃないんだよ。今年もロッテには負けないよ。チャンネル登録、お願いだよ。Twitter とインスタのフォローもだよ。